当時あの梅田花月がね、そうまだあの地下の、うん、もうお客さんも全然入ってない頃の昼席の梅田花月の時ね。そうですそうです、うん、でまたあの4時ぐらいに終わるんですよ、ね、終わんねえ、であれやんか、はい、今から飲みに行ったら社会人としてあかんやろ、あかん言うてね、はい、まだ火上がってるで上がってるみたいな、5時半頃まで時間潰して、はい、潰してね飲みに行って、はい、でもう8時頃には2人ともベロ出てこないなって東梅田の地下あたりで地下あたりでわけのわからん串カツ屋入って串カツ一本もこうなって湯豆腐ばっかり湯豆腐うまいなって、ね、あの昆布をね、はい、とろろ昆布をバッと上に見ましたよねそればっかり頼んでねばっかり頼んで一味もアホホとかけてあれうまいですねうまいですねちょっとずつちょっとずつ食べて、酒ばっかり飲んで飲んでね、いやありましたね。一回思い出のは、はい、中川家となぜか僕と3人で飲みに行って、はい、覚えてます？あ全然覚えてないですよ。ほんで、はい、なんかねどっか飲みに行って、うん、ベロベロなったんですよ、うんうんうん、3人とも、はいはいはい、ほんでなんかねタクシー捕まえよう言うて、はい、もう今から17、8年ぐらい前ちゃうかな、うん、ほんで回転焼き売ってたんですよ、うん、で、うん、回転焼き食うわーって俺が言い出して、はい、で中川家2人もよろしいなー言うてもうその時正常なあれじゃないからね、はいはい、2人ね、まあ、ね俺もそうやけどあの帰らないそうですね、はいちょうだい言うてほんで俺目回転焼きをもうなんか入れてくれようとしたからそのままでって言うて今なり忘れへんわほうほうほうここに乗せられて、はいはい、熱いわー言うてレイジ熱いわー言うたらレイジが熱そうやなほんでタクシーがけえへん言うて覚えてへんから植え込みが全然覚えてない植え込みが、はい、ほんで植え込みにこうね俺、うんその回転焼きも食べてないねもう酔って食うたことで満足してはい、はい、ほんで俺財布持ってこないって揺れとったん、はい、ほんでもう横では剛さんが、はい、できる用心棒みたいな顔でずっとこうやって回ってもう酔いすぎて、はいはい、ほんでレイジはなんか知らんけどずっとねなんかこんな誰かを応援してたんですよ何か分からへんねもう訳分からんの3人になってはい、はい、ほんでレイジがなんかタクシー止めてくれて、はいはい、乗ったやん、はい、でレイジが前乗ってくれて、うん、俺と強さの後ろやって、はいはい、ほんでそっからねなんか知り合いのとこ行く言うてほう結構10分ぐらい乗ったんですタクシー、うん、で俺が一応先輩やから、はい、タクシー代払うわって言うて、はい、ファッて見たら回転焼きしか持ってない財布をここに置いてあはあはあ、回転焼きが財布や思って「もらった!」言うて乗って「あれ!」言うて何ぼ押してんねん俺ほんだら強さんに「強さん、はい、財布からあんこが出てくる」って言うて相当言ってますねほんなら強さんも言ってたから、うん、入れましたんかいな財布にあんこをほんで俺財布ない言うてレイジがちょっとまだマシやったから、はいはいはい、なんかお金払ってくれて、はいはいはい、ほんでなんか知らんけど居酒屋行ったんですよ、はあ、ほんで全員もう目開けへん状態やのに、うん、生って言うやつあれ何やろなほんで財布どうするよってなった時にはい、はい、もうええわ俺って言うたら、うん、レイジが冷静やって、はあ、兄さんよう考えなはれ、うん、財布がおまへんねんでって言われてまたタクシー捕まえてそこまで戻ってまだ覚えてるのはレイジがもうこないして探してるタイプあったー言うて、はい、踏んで帰った思い出があるあもう全然覚えてないですで俺とレイジがおらんから強さんはもうずーっとできる用心棒並みに一人で出してもらって揺れとって帰ってるようあったわそんなありましたかそういうのあったあかもう全然覚えてないっすわあとね、うんレイジがね、はいはい、との思い出で言うとね、はい、あのもう冒頭やけどね、はあ、ちょっと俺は感動した話え、何ですかだって結構やっぱ中川家のがドーンって売れてるから言うても M1 取ったりとか売れたからそのはいはいねで兄さん飲みに行きましょうよって言うてくれるのは嬉しいから行くじゃないですか、うんはいはい、でも吉本は先輩が出すシステムやからそうですねはいね、はいはい、で忘れません梅田花月で、うんはい、25日やったんですよほんで俺有金の7万円下ろして行ったんですよ、はい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 、ほんでレイジほんまに鋭いなと思ったんが6万9千円まで使わせてもらったんですよ梅田の梅田のわけわからん水入って飲んでまた出て入ってるのに6万9千円ぐらい使うて俺残り給料日30日1000円や思った時があったんですよでそれをレイジが一気に感じてくれてたと思うんです僕は、はいはいはい
で、うん、M1 取って仕事も増えて中川家が忙しくなった時に、うん、兄さん飲みに行きましょうと、はいはい、ほんで「あ行こうか」って、はい、俺と姉妹やヘビーズの姉妹か、はいはい、レイジと3人で、はい、で女の子2人ぐらいおったかな、はいはい、なんか、まあ、カラオケボックス行ったやん、はい、ほんでその時ももう金ないやんか、もうだいぶ経ってるけど、はい、俺も金ないし、うんうん、でレイジ払わすわけにはいかんから5人分のカラオケのあれ4万金なんばんねん言ったら、はい、4万がその時も6000円ぐらいやったかな、はい、で俺が1万ぐらいか、うん、まあ足りるかとか言うとったら、うん、レイジが、はい、もう僕ちょっと明日早いんでちょっと帰ったんやん、でレイジ帰った言うて、はいはい、島川とお会計しに行ったら、うん、レイジさんが払って帰ってますよっていうことだったんですよ。はい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 、ね、はいはいはい、で、あ、レイジがね、やっぱその時僕が持ったお金ない時にそんだけ6万9000円使ったとか、はい、分からんよあって息に感じて払ってくれたんや思って、ほんでわレイジ悪いことしたなって思ってた、うん、ほんでお客さんって言われてガラガラ僕の店員さんに、うん、キャップ忘れてますよって言われて、これレイジのや、うん、なレイジ忘れて帰って、はい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 、ほんでこの帽子どうしたらええんかな思って、うん、レイジに電話したんや、はい、覚えてへんと思うけど、はい、でバーってレイジ出よったんです電話にね、うん、ほんなら多分おごった後やからその電話やと思ったんでしょうね、うん、俺は帽子どうしたらええのっていう電話なんですけどレイジがものすごい切って、兄さん僕の気持ちですいや帽子兄さん僕の気持ちですちゃんと受け取ってください、いやこれ初め俺も言ってたからこれをもう何も言わないでくださいピッていやいや帽子どうしたらいいの、まあ、とりあえずねもうゴミ箱にほっときましたけどほったんかりましたでもあの当時あの焼き鳥屋覚えてません、おめえなら覚えてる、なんかめっちゃなんか生きてるおっさん、そうなんかもうそうそうそう、もう生きてるからここすぐ出ようよなんやろね、あの生きてるからすぐ出ようっていう、はい、なんなんでしょう、何が気になるんですかね僕らもね、なんか別にまあ別にお店は思うんですよ一般の人からしたら、やねんけど、うん、まあ例えば焼き鳥屋さんで、はいはい、でも俺とレイジがバーってガラガラガラすいません、はい、2人行けますかって言ったら焼き鳥屋さんが追い切ってんねんな、はい、はい、こうねって、ほんでレイジがまだついてへんねんね、席についてないのに俺の後ろで出ましょう、すぐ出ましょう生きてる生きてる、ほんまやな俺もほんまやな生きてんな、すぐ出よ、ほんでなんかキャベツ持ってきようんでな、あ、もうで、はいはいはい、持ってきてなんか置いて、うん、で生とりあえず2人でチン、グワー飲んでバン行くわって言うたら向こうのおっさんの手が初めて止まったもん、止まったなんでえ出んのもうみたいな、あんなことばっかりしよったな、なんかねその当時ねなあ、はい、でもそう思ったらやっぱり思い出ですよね、いやまあ確かにそうです、うん、ほんまに、ええ、もうなんかそやわ、なんかあの安心するんですよね、あの兵頭さんとおったら、兵頭さんと怒ったことないでしょ、ああ怒ったことはみんな後輩は仏の兵頭って呼んでるんですよぐらい怒れ、怒ってるとこ今まで二十数年間見たことないんですよ、あのねまあ家では結構怒んねえ、家ではめっちゃ怒るんですか、家でなかなか怒るで俺家で、だ誰に対して怒るんですか、嫁も子供も、え嫁って、はい、なんか子供にキレてるノリでこっちに返事するときない？なんかねあるんですよ、はい、あんたなってね、まあ子供を育ててくれてんねんねはい、はい、そうだけど、どうまあ俺の好きになった人、はい、こんな顔すんねやみたいなとかあるやん、でかいしやんた言うて、はい、知らんでって言ったときにお親父としたら何もできへんから、はいはいはい、なんか、うん、もうその辺でええんちゃうかって言ったら何よって言うやん、だから何よ何がなんじゃねん、あなるほど、俺はなんかそっちやねん、あのまあこう女の人なんなんでしょうね、あの普通にね、あのまあ前の日が遅くてこういつまでも寝てる時とかあるじゃないですか、うん、はいはいはい、でそんな時って普通にいつまで寝てんの、うん、ええ加減に起きやって言うてくれりゃいいんですけど、うん、なんなんでしょうね、まずこのカーテンのシャーからなんあの合図なんなんですかね、こっちも分かってるんですよ、こう寝ながらこれ早起きるのサインやなって分かってる、シャーでいつも普通に歩くのなんかうわいやマジでな、あ、なんやろな、なんなんでしょうね、いやほんまにそれやったらもう
ちょっと起きや、はいはい、いつまで寝てんの、休みやから言うてって言うてくれれば、はっと起きれるんですけど、わかる、あの、なんなんでしょう、あの、あと子供を使うというね、あ、なるほどな、ええ、それあるな、子供が来るやん、うん、はい、で、なんか、なんかこう子供も素直やから、はいはい、パパ起きやってママが言うてるって言うやんすぐ言う、いや、もう言うやん、すぐにって、いや、嫁って不思議やな、いや、不思議ですね、なんやろな、いろんな、ね、あの、うん、温泉とか行くやん、はいはいはい、俺一番びっくりしてんけど、うん、あの温泉行ってね、フロントの人おるやん、なんかちょっとうさんくせえフロントの人おるやん、いてますいてますね、なんか、はいはい、その人がね説明してるの、はい、俺に、はい、大浴場はですねあのあれなんでなまってんのレイジ、はい、やばなんかあの変なオールバックの人テカテカのな、テカテカの顔ももうテカテカの、ほんで夜、夕方説明してんねんけど朝チェックアウトしよう思ったらまだ働いてるから白目真っ赤かの人おるやんかあ、もうウサギやなって言われるでね、言うんですよ、大浴場はね、12時までなんでってそれよろしくお願いしますって言うんですね、はい、あ、で温泉ね、うん、温泉入りって、はいはい、俺はこう聞いてるやん、はい、嫁はなんか子供こうしながら聞いてんねん、はい、な、はい、ほんで、まあ一通りご飯食べて、うん、夜の、11時半ぐらいかな、はいはい、もう子供も寝るやん、うん、ほんで温泉大浴場行かなあかんから、はい、どっちか残らなあかんやん、あ、まあ、そう、子供来た時、はい、そう、はい、ほんで嫁が、うん、あ、私先行こうかなって言うから、あ、ええよ、ええ、とね、お前の労をねぎらいに、まあそれはまあそういうもんですから、ね、言うて行くやんか、うんうん、ね、あ、10時半ぐらいだから12時で終わるから10時半やん、はい、10時半、はい、な、うん、びっちり入るよ聞いててんで12時までやって終わる言うてんのに、ほんでな、びっくりしたんが、はい、12時52分ぐらいに帰ってきて行ってきてって言われる温泉ってそんなもんかってこともっとゆっくり入るもんやんか、俺の残り時間8分やで、ほんで どうしようかなってなって、はいはい、ほんで、まあとりあえず、うん、まあええわ行くわ言うてバーって行って、ほんでこうやってね、はい、なんかこんなん吐かされてやで、はいはい、こんなんなりながら行って、はいはいはい、ほんでバーって中入ってバーってもうだいぶ時間経つやんか、はいはい、ほんなんもう一瞬やったな、あのバーかかり湯して、はい、ほんでバー入った瞬間にもう清掃のおっちゃんや、あーっしゃガーッと入った瞬間ガラガラ時間ですってそのまま出たプール入る前のコプールみたいなびっくりしたら嫁にだいぶ言うたけどね、あれは温泉入ってない、もう言うた方がいい、あれは入ってないと、あれ料理で言うたら豚肉を熱湯でくぐらせたぐらいの感じやいや、ほんまにね、なんやろ、レイジは怒れへんの嫁さんには、いや、まあ怒るっちゃ怒りますね、おお、あのやっぱり出かける前ですよね、女性ってね、あるなあれ、この何時何分にここへ行くでって言うてんのに、はい、もうのんびりしてますからね、なるほど、ええ、もう出る時ももうあの靴がどうだとか、そうやねんな、カバンがどうだとか、ちょ、分かんねんけど、はい、分かんねんけど、うん、もう出なあかん言うてんのに、うん、洗濯機から出して、はいはい、もうこないなってんねん、はいはい、全部が、はいはいはい、届くまでに1分以上かかるやろぐらいもうなってんのに、ね、ちょっと待ってこれしていかなあかんねん言うて分かんねんで、分かんねんけどなんで今って、あ、なんなんでしょう、そのあの女の人って危機管理能力というか、その何かちゃんとせなあかんっていうのはないんすかね、あのほんまに、いや僕もありましたもんね、うん、もう行くでって言ってる時にパサッ急にハンガー持ち出してくるそれに今あんまり言うと喧嘩になるんだよね、なるなる、ちょっと我慢しなさい、はい、ね、だとまあまあ丸腰でけえへん旅先とかお金1000円とかでも売るやろ、はい、現金ないねんけどみたいな、そうやろ、はい、ちょ俺一回言うのかな、はい、京都で、はい、鶏鍋食べに来て、はい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 、嫁が食べたい言うから、はいはいはい、ほんでね、なんか一回ずつな、はい、財布は持ってきよんねん、こうやって、はい、な、はい、ほんで、いや、ええでええで言って、新幹線の時もね、パパ、これ、ええでって俺払うやん。ほんで、着くやん、タクシー乗るやん。俺の時もこう出してきよんねん。でも、ええと。ほんで、俺出すやん。鶏鍋もバー食べて。ほんで、せっかくの鶏鍋やねんけど、高価すぎて子供食べへんってわかる。あ、わかります。腹立つあれ。そう。
寿司も、はい、めっちゃいいとこ行ったら食べへんのに、はい、寿司ローやったらこうやって食べるみたいな、はい、美味しいよ寿司ローも、はい、美味しいですけども、ね、寿司ローも食べてそこも食べようや思うけど子供食べへんやんか、はい、ほんでなんか知らんけどなんか鶏のね、はい、食べへんねん、はい、ほんで鶏皮みたいなチップはあるからそれ食べや言うたら、はいはい、ほんまもんすぎて、はい、なかなかグロい鶏皮のやつが分かるこれがすみませんイボイボありますけどみたいなうまいねんけどうまいねん俺ら実は酒飲みながらちょうどやけど、はいはい、うまいねんけど子供は怖いみたいな、はいはい、でもさ3万ぐらいですよ僕ランチでそんだけ払ったの初めてやけど、うん、すごいランチですかそうほんで払おう思ったらもう気温ねん、はい、ほんでまあずっとええ言うてる時にもう忘れもせえへんわ、はい、京バームや、はい、京バームの横にあの抹茶 の, あのラスクみたいなの売っとって、はいはいはい、おいしそうやわ言うから買いや言うたら、うん、ってなって1050円いや、買いや。いや、後でええわ。なんでやねんな、お前。くるっとそこ戻ってくんのしんどいから今買えや。お金ないねん。ええお前何番あんねん言うたら、60円ぐらいしか持ってない。ええねんで。ええねんけど、それやったら、これは何やねん。その今までのもし3万で俺足らへんわって言うてごめん1万貸してって言うたってあやったら60円しか持ってない何が足しになると思ったんすかねこの60円も何か役立つからと思ってまあ言うたら60円ごときでこんな自信満々で出てきて考えたらそれをありがとうっていうのは鶏鍋が2万9940円の時やであの俺が持ってて3万60円足らへんなんかまあないやんまあないですよ嫁のあんなん分からへんわ嫁の分からんことなんかいっぱいあるよないやもうほんまにあれ何あの大型ショッピングセンター行って、はいはいはい、あのこっから下でケツこないなってるやついっぱい並んでるやつ分かる今あれ何や何やあれあれ何売っとんねんあれっていうやつ入っていきよるやんか入っていきますほんで携帯鳴らすで言うてんのに、うんはい、絶対取れへんやろ取らないあ携帯そうですねあれ何絶対取らへんはいはい絶対取れへんわ、うん、俺は今からこっち行く、うん、お前は子供とそっち行け、うん、10分ぐらい鳴らすって言うてんのに、うん、鳴らせへんねんあ俺は取れへんねん取れへん、はい、何しとってんやったら、うん、いやカバンのそこにそこなんでそこに入れんのって言うてんのいや持っとけよこれ10分後何年かほんで家でマナーモードにしてんねんマナーモード誰にマナー守ってんのかこんな何でもあるなあります向こうもあると思うで、はいはいまあ、向こうももちろんあるでしょうけどねなあ車に対して の, あの常識のなさ急に交差点のど真ん中にここで止めてそんなアホなんそんなアホな何を言うてんのもうだから京都なんかでこう車でこ う, うろうろする時かあの駐車場の見つかれへん時 の, あの男の苛立ちうわ分かるわ分かるわねほんでさ俺一回びっくりしたんやけど、はい、コインパーキングで、はい、ね、うん、俺生産とこおるやん、はい、嫁車の方行くやん、はい、で何番言ったら7番って言うから7番生産するやん、はい、全然ちゃうとこは下がっていくのよ、はい、で見に行ったら13番やねんなんで7番なんて言うからいや歩いてたところが7番やそれ聞いて俺何すんの歩いてる途中にそうそうそう7番の時に7のところで何番って言うて俺がで7って言うて13のいやええー、って普通に考えてねそんな時に急に番号聞くわけないから今何番なんか言わへんねん 今何問目的な感じでは聞かずびっくりするないやお前ね嫁はおもろいわいや面白いですよこれはあるあるなんかな、うん、レイジ聞きたいんだけど、はいはい、子供と遊びで、はい、例えばよ、はい、おい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 いうノリをあったするやん、はい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 、わー笑うやん、はい、で子供笑うてんの、はい、で子供も怖い怖いお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 い言うわー笑うねん、はい、でたまに嫁に振るやん、はい、で嫁がおい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 言った時全然おもんない時ない嫁がやったら全然おもんない時ない何全然おもんないなんて言うたらまた怒られんねんそうですねだからおもんないって言うたらもう怒られるよな怒られますよあれなんで嫁がっておもんないんやろだいぶ喧嘩になったもんそれでまあ確かにまあまあまあおもろないですわ全開でしおれへんもんな嫁もまあそうなんちょっと照れよるから照れ照れるんですよだから照れずにやれとか言ってこっちも分けるわからんアドバイス若手に対して若手に対してのアドバイスみたいな感じで
ほんでね、やっぱり嫁からすると僕の場合はやっぱりテレビ見ながらグツグツ文句言うのがやっぱ嫌なんですって。あのな、それはレイジ、はい、俺もこの前、はい、安市民会館営業してた時、行きましたね、はい、滋賀県の。レイジほんまおっさんになったな思ったもん。え、どういうことですか。奥さんの気持ちちょっとわかるわ。だって、はい、あの大輔の番組やっとってん。あ、青空レストラン、うん、はい、やっとってん、うん、だからサバレスとか出るやん、出た瞬間、うん、一人でやで、刺身やなマジでものすごいでっかい声でこれ刺身でいきたいなみんなもう遠巻きやったよ。唯一せやな言うたん強さんだけやから唯一だけレイジ言うよな、結構言うんです。ああいう時だけね、僕空気読んでないと思うんですよ、冷静に考えたら。もう見たのを反応してしまうんです。そうなんですよ。で、このその時やってたサバをこうなんかこうカルパッチョもったいないっていう違う、それは何よっしゃいらんことばっかりしちゃったあんならかす言うてね、テレビ一人で見て一人で言うねんで。ほんで清さんがたまに「そやな、これは塩でいきたいな」とかほんなら例で「ほんまやで」あれおもろかった。藤森めっちゃ怒られましたもんうるさいボケと、うるさいおっさんに怒られましたあんなかや芸人の大先輩に怒られる、大先輩に怒られましたから、あれ言うてまうんですよ。で奥さんにしたらもうちょっとあれなんかな、はい、だからもう行列だとかパンケーキとか言う、うん、いやいやパンケーキやんな、まあ、ハワイ行ったって並んどるかほんだらとか言って言いながら、なんかをブツブツ言いながら。昔から昔からなんです。これもやっぱ親父の影響ですね。あ、結構お父さんそういうの言うタイプ。言うタイプです、テレビ見ながら。もう一番びっくりしたんがね、うん、あの太平克実さんがテレビ出てて、うん、でなんかわーとかいやーとか言ったんですよ、うん、親父普通に黙って見てたんですけど、急にもうあの付近取ってうるさい何にもうるさないがな、いやもう言ってんのに行動がもううるさいチャンネル変えりゃいいのに付近投げましたからおもろいな。なんかそういうこと言いながら僕は僕でこうなんかストレスを発散してるっていうものがあるんですよ。家でもうそういうことで、はい、言うたら仕事のストレスとか、はい、あ、そうなんです。で嫁は一緒にやっぱり僕とはテレビは見たくないんですよ。へえ。あのなんか嫁がふんって笑うじゃないですか、うん、ここかっていうあ、芸人はあるな、はい、芸人はある。芸人はやっぱりどうしてもね、うん、はい、こうあのなんか冷めたこと言うてまうねんな。うん、そうなんですよ。結構うちの嫁があの嫁さんで結構パッとこう笑うんですよ。はいはいはい。でまあいや、まあ、あの楽しい雰囲気は出てありますけど、ね、たまにえみたいなとこがあのすいませんね、僕個人の意見です。そうです。あのあんまりせんようにね、こういうのはこういうのあんまりいらんこと言わない。オンエアは今あの、はい、名前言ったとこに、はい、祇園精舎って入ってます。あ、入ってます。ありがとうございます。村君頼んだよ、村君入れていただいて、はい、でそれでふって笑うと、え、今の何がって言ったら、私にはちょうどいいのよって。ねえ、なんか楽しませてそうなんですよ。な、うん、でも芸人って言うな。うん、それもあのなんかロケ番組なんかでも行って、急に次の店行ったらもう夜になって、ほら見てみ夜なんて段取り悪いから。嫁はそんなことは知らん。もうええねんと。段取りとか関係ないねんみたいな。いやー、いやほんまに。ちみちゃんはどう？可愛いやろ。まあそうですね、今4歳の女の子ですけど、今一生懸命落語を仕込んでます。え、マジで、はい、今授業もはとりあえず言えるようになりました。え、なんで、なんでなの、なんで落語なの。いや、なんか落語の子供用の絵本があったんですよ、うんうん、でそれでそのまあ絵本やから、まあ僕も覚えやすいじゃないですか、うんうん、で一人で遊びでやってたんですよ、家で、うんうん、ほな娘もそれ真似してやったから、うん、まあついでにほなこうやで言って、ちょっとちょこちょこっと教えながら、へえ、ヤブラ工事ブラ工事とかで、パイポパイポパイポのシューリンガンとか。へえ、4歳で。あ、4歳で。はあ、もう やらせすぎたんでしょうね。もう最近あのサムラコーチブラコーチって言いだしたら、もう全然何流行り入れとんの、何話題入れとんの。そんなんええねん、まだ早い言うて。まだ基本しかり、まだ基本しかりて、まだアドリブ入れるの早い。何お前が、お前が言うなアホみたいな。アドリブを入れるなバカたれ言うて。そうか、うちの子は下の子はもう悪いわ。何歳ですか今。3歳。悪いわ。男女、女の子、ええ、悪いわ。意味分からへん、大きい声で外で、うん、パパ鼻くそおいちいですよっていう、ね、大きい声で言うのはおいしくないよ、おいちいですよって、知らなかったんですかみたいな感じで、
鼻くそうちでちゅうっていう。だからね、もっとうまいもん食べさせてるやろと言うたら、はいはい、結構頑張ったよパパも、お前には食の方はって悪い。車の鍵をおむつに入れて走り回るよね、はい、仕事行かれへんねん、もうこの前とか急いでんねん言うてパーって逃げようね、こうやって。それから抱きかかえて車まで行ってピーって、まあ、ここロックできるやん、今帰ってできるから子供抱きかかえてピンってやって、パパ行くねん早出せと俺ら手やりよるから、そこで嫁にボーンってふらさせてもらって、またちょっと湿った鍵持っていくっていうね。あれは悪い。このおむつの中入れて、おむつの中入れても反応しよるな、やっぱ今の車偉い方やな。偉いもんつね、あれもうほんまに鍵なピって言ったらここにあるからピピって開けやがる、ね、そうさ、もう面白いな、今日新幹線で会ったやん。はい、会いました、帰り、帰りというかね、向こうは帰りです、向こう帰りや、はい、全然テンション上げへんね、強さんも、はい、俺乗っとったやん、はい、で強さんパーって来て俺の顔見て、おっいや今日初めて会ったやん今日初めて会ったやん、ね、そやけどおっ俺もおっ俺ね、でもね、矢野さんってほんまになんだあのなんかほんまに登場がなんかほんまにこう、およほんまにこれ何のデフォルメもしてないですよ今、うん、今日会いましたけど MGK で、うん、おはよう、はい、だから あの人昔からあんなんでしたっけ、ちゃうねん、分からへんねん、ほんでな、はい、そのなんやろ、正気を吸い取られてる感はあんねんしんどいから、圧がすごいから、圧すごいです、確かに、だから多分、うん、俺あいつと一緒の仕事じゃない時ってちょっと元気や思うで今今あいつすごいね、圧が、なん分からへん、どこにもいてないタイプでしょ、どこにもいてない、不思議やねんほんまに。だからあいつの方がおもろい体験いっぱいしてるんですよ、京橋花月があった時に、はいはい、うどん食べに行ったあいつ、はい、でくじ引き引いて、はい、特等当たりです言うてよっしゃー言うたら京橋花月の招待券やったんですよそんな話出せんじゃねえのにそんなしないですね、あの人せえんな、そうだから熱すぎるから、はいはい、普通なんてみたい、あ当たった京橋の招待券っつっていやいや、あんた出る方やもうね、暑いんですよ、暑がすごいし、暑い、確かに自動販売機でバーンってやったら今ピピピピピピって揃うやん、うん、はいはい、で、うん、当たりよってんだ、はい、よっしゃー当たったねー言うてる間に権利なくなったんですよこの後、兵藤大輝の滑らない仰天エピソードに場内大爆笑、はい、俺と駅員さんの間これぐらい顔出してどうなん、剛さんは、はい、この辺は、あいつですか、うん、剛さん、あいつ最近たまにようほんま漫才中ヘラ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 笑うてるだからこうやって見ててお客さんでなんかおもろい顔の人とずっと本当にこんな顔してるしてんねん、しびつれてるって、はい、何おもろい顔のやつ教えておんねん今はええねん今はええねんみたいな多いでしょ、あいつちゃんとせえや言うやつね、強さは強さで、これ不思議やな、いや不思議です、ほんまにもう分かんないですなあ、未だに分かんないです、どういう人間なのか、肉親兄弟やっても分からへん、分かんないです、でこの間地元で営業があったんですよ、ほうそんな時だけすっごい張り切って、はいどうもなんでなんで、まあこっちは調子が狂う狂う妙に張り切られたらテンポ変わってもテンポ変わるんですよ、で僕もようわからんツッコミしてもって何張り切っとんねんって言ったら張り切って映画なんだみたいな、ようわからん、そうほんまに、まあ言うてももう40代でしょ、そうですよ、ね、もう我々もあれですよ、もう中堅なあ、はい、中堅やわ、はい、そうですよ、そうやな、ね、もうやってるな、やってます、若い時に憧れたことをもう今やってるな、やってます、レイジがいち早く気づいとったな、あれ師匠ってアイスコーヒー注文したら、はい、ラップで包まれてくるんですね、はい、上の口があの出前で、うん、はい、そこに直接ストローをプスって刺すって
師匠あるある、はい、スポンっていうやりたいなって言って、はい、今日パッて見たらレイジ、はい、スポンいっとったね、言ってました。あれも自然と、あと飲み方もこう持たんようになりましたね、うん、あのこう持つようになって師匠師匠ママレイコちょうだいのかの一応こう飲み出すようになりましたね。だんだん年いくとそうなんな、多分そうですね、ほんまに。だから僕ら若手の頃から結構そういう先輩っていうか師匠方と一緒に仕事するというか、はい、営業先でも多かったじゃないですか。多かったな、ね、もう今なんか我々やっぱりあの清志郎ね、はいはいはい、と一緒にお仕事させていただきますよ、ね、清志郎ほんまに清志郎の話したらもうね、ね、いやもう止まらんよでもでもね、はい、もう天才すぎんやろな思って。いやはい、常人な俺たちがついていけないだけなよな、うん、と思うね。あ、はい、あ、まあ確かにそうやと思います。例えば、はい、あの清志郎の名古屋の番組とか、あ、やった、はい、読んでいただいたら清志郎のご家族と喋る、はい、大体この辺座るやん、あの、はい、東京のゲストがいらっしゃって、はい、吉本の後輩が座る、後輩がおるって何にも言うてないのに、はい、何って言うやんえ、何も言うてないってことって、はいはい、師匠真剣な話してる時に、はい、社長も入れてないやん、はい、入れてない、そうですかご主人そんなことがあって何って言う痛い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 、いや別にしてあれめちゃめちゃ面白いよ。いやほんまにすごいですよ。この間その同じ番組で、うん、こうロケバスでこう、うん、行く前にほらちょっと台本だけ見て打ち合わせしとこうか言って、うんうん、そうですねって前におったスタッフがあの後ろの清所の席来たら清所がもう寝てたんだ疲れてんねんな急にすごい清所は、はい、あの本番の時も、はい、ご主人百貨店に勤めてあった、百貨店に勤めてほん兵藤君どうって言われねんけどって言わなあかんやん一番僕らが想定しとかないといけないパターンですね。それはそうですね、はい、でも清志を一回、はい、お前、まあ、喋ってんねんけど、はい、レイジに言うたかなあのご縁ですはいはいはい、あの俺東京からやって、はい、清志を、大阪から大阪から、はい、でやっぱ清志の付き合う前に俺らついて、はい、そうですね、ほんで、はい、もうバーって改札出て、はい、あのバーって歩いてたら大きいロケ車あるんですよ、ね、はいはいはい、あります、グリーンのグリーンのね、そこに大体みんな入って、はい、清志が一番後ろでドーンと座りはって、はい、その前ぐらいに俺ら若手が座って、はい、ほんで俺東京から来た時にチケットをなくしたんですよ、はいはい、ほんなら昔はよ、うん、今はまあまあ昔もあかんかと思うけど、うん、すいませんちょっと何時のやつで来てなくしたんですけどって言ったらちょっと渋い顔されて、はいはい、まあ次からは、うん、ってなってたやん、はいはい、なってました。今ないやん。ないですね今は。その来たとこから全額払ってください、うん、払わないといけないってなるんですよ。でまあまあグリーンやから、うん、1万3、4千するんですよ。しますね、東京からやったら、はい、東京名古屋、はい、しますね、はい、ほんで俺が、うん、わーっと先ついて、はい、駅員さんにすいませんってもうないんですけどって言ってて、はい、いや払ってください、え、マジでってなって、いや、なんなら探してくださいよ、僕、うん、南号車のナンバーに座ってましたから、うんうん、で、わやり取りするやん、清志と来るまでに、はい、で、駅員さんが、いや、そういうのはまあ今はちょっと聞けないんで、うん、とりあえず払ってください、うん、ほんで、また問い合わせして、その件が見つかったら、はいはい、返します、返します、はいはい、で、それを持っといてくださいっていう、うんうん、やり取りしてたら、はい、もう清志ついたんやん、ほんで、はい、キャップをこう目深にかぶって、かぶってありますね、はい、来て、はい、喋ってるだけなのに、はい、ちょっと半切れで、はい、どないしたんやって来たんですよ。はいはい、ほんで、はい、わあ師匠来てもた思うて、うん、師匠すいませんと、はい、今僕切符を、うん、あのちょっと落としてて、うん、それの話し合いでって言うて、うん、もう師匠さっきすいません、うん、ちょっとお待たせしますけど出ていただいて、うん、バスで待っといていただいていいですか、うん、って言うて、はい、ほんで俺はその駅員さんとあの、はい、ほんでねって、はい、いやでも僕は、はい、って言うてんねんけど、うん、師匠は行かへんと、はい、俺と駅員さんの間これぐらい顔出してる漫画やないか笑けてきて心の中では清志やって思うねもう後ろで清志やって何してんねやろみたいな笑けてきていや師匠すいませんと行ってもらっていいですか、はい、もうすぐ行きます、はい、ほんで師匠出して、うんうん、ほんで俺もう払いますと待たされへんから、はい、でわすいません、はい、金払うって領収だけもうって結果出てきませんよ、うん、そんな、はいはい、ブワー戻ったら、はい、戻ってきやる清志郎がなこうやって座ってんのこれ、はい、
って、うん、でもう師匠に、はい、師匠すいませんでしたもう遅なりましてってなってんねん、はい、もうしゃあないからお金払いましたって、はい、言うてん、はい、あのなずっとこうやっててんねん師匠ほんまに15分ぐらいその真ん中でねやり取りを駅員と兵頭さんの間でやってたんね、はい、やってたそれ言うた瞬間清師匠が、はい、ほんでなんで揉めてたんって言うてこれ何やったのえ踊ってたんと思って踊ってたとこにたまたま俺らがおっただけで